蘇る神話狼実況プレイ。皆さんこんにちは、ワナニです。今回も続きをやっていきたいと思います。で、前回この村じゃないや西安郷を探索して、なんかいろんなね話を聞いたところなんですけど、この霧のことだったり卑弥呼様とかつづらお様とかいう話を聞いたので、このね地図のまっすぐ行った先に行きたいと思います。じゃあ行きましょうかね。さあさあ、日付が変わってもこの緑の霧は晴れませんが、もうそのまま行けるのかな。あ、行けるっぽい。よいしょ。あ、行けないこの先の橋を渡った向こうには都のお偉い方たちが住んでいて、立派なお屋敷がいっぱい立ち並んでるんだぜ。その中でもひときわでかい建物が中津国を治める女王卑弥呼の神殿さ。ま、どんなばあさんが鎮座してるんだか知らねえが、都中が妙な霧に包まれてるってのに何をやってるんだ。だいたい女王って響きがうさんくさいってんだ。どうなんでしょうね。でも結構村の人たちからは信頼はされてたようですが、西安郷貴族街、そうだね、前のとこは庶民街だったしね。とりあえず渡っちゃっていいのかな。いいっぽいね。よし、行きましょう。なんか奥にそびえてるものが見えますが、うわ、結構急な坂道だな。こんにちは。お、弁慶。うむむむ、湖の水が全くなくなってしまうとは。ぶつぶつぶつちっちゃ。なんだ犬、この五条大橋を渡りに来たのか。ならぬぞ、今この橋をつないでやることはできぬ。この五条大橋はからくりが仕込まれた自在橋で、我の号令一つでつなぐも切り離すも自由自在だ。しかし今は訳あってこの橋を動かすことはできぬのだ。噛んじゃったしつこい犬め、今この橋をつないでやることはできぬぞ。この湖に水がよみがえり、幻のあれを手に入れるまでブツブツ。水ですか。ここはもともと湖だったってことでいいんですね。どうすんのどうすんの。これで画料で描くとかじゃないよね。水でしょ。あ、ここから急に落ちてたのはなんかつないでもらえてなかったんだ。落ちちゃってる状態だったんだ。え、これ降りちゃっても大丈夫なのかな。なんかもしダメだったらわーみたいになるよね。よいしょ。難しい水をよみがえらせる、どうやって。とりあえずそうしないと橋を上げてもらえなくて、この先の貴族街には行けないと。もっと話を聞くしかなさそうですが、あ、なんかそういえば水路がどうたらこうたら言ってたね。そこかな、行ってみましょうか。よっ、君だよね。はいはい、水をよみがえらせる。でこの先に確か前回あったと思うんですけど、ここですよね。よいしょ。でもだからといって誰がいる、いないよね。あ、いた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 。殴り、まったく水流の野郎が好き勝手暴れやがって。海の神が海の大変を乱すなんて一体どういう了見だい。この水路が枯れちまったのもきっと水流のせいに違いねえ。海神が大暴れしたもんだから湖のへそが閉じちまったんだ。重要キャラっぽいぞ。宮大工殴り。おいおい、ここでもなんか厄介事かい。なんだか都中に物騒な空気が漂ってんな。ん、おう狼、水が飲みたくてここまで来たのか。
残念ながら見ての通りこの水路には一滴の水も残っちゃいねえ。水路の水は俺たち人間にとっても大事な水源だから、こうして地下深く穴を掘って水をほじくりかんだ出そうとしてるんだが、みんな病で寝込んじまって誰も工事ができねえと来やがった。それで結局ここに残ってるのは大工の俺一人ってわけよ。名栗さんは平気なんですか？だけど俺は諦めないぜ。大工で鍛えたこの頑丈な体、こんな時に使わなくてどうすんだい。なあに、この西安京の建物はほとんど俺がぶっ立ててきたんだ。どこをいじりゃどうなるか全部知り尽くしてら、この水源掘りの鍵を握るのはズバリじゃなくてこの琵琶湖のへそよ。あ、ここは琵琶湖なんですか？字は違うけど。おめえいい目をして人の話を聞きやがんな。それならば琵琶湖のへその話を教えてやろうじゃねえか。この西安橋は両島原の土手っ腹、琵琶湖の真ん中に浮いてんだ。その琵琶湖から染み出す水が西安橋の水路を潤してるわけだが、水流の野郎が大暴れしたせいでその琵琶湖のへそが閉じちまった。水源のへそが閉じりゃ当然水は枯れちまう。それでこんなありさまになっちまったというわけよ。俺の見立てじゃちょうどこの辺りが琵琶湖のへそに違いねえ。あとはひたすらほじくり返しゃ水がドバッと湧き出すはずだい。どういうおかみ、この話を聞いて震えねえか？心が震えたならこの俺の仕事を手伝わせてやってもいいぜ。しょうがねえな。温かく見守ると。まあでも手伝います、頑張ります。この野郎いい目で返事しやがる。狼にはもったいねえや、神様だからね。だがやるからには人も狼も関係ねえぜ。仕事の仕方を教えてやるからしっかりと聞きない。いいか、分かってると思うが、はい、この真下には琵琶湖のへそがある。俺は精神を集中させてそのへそを探すから。あのさ、もしかしてこれなんか竹取の翁が温泉の源を探してくれた時みたいな感じでやんのかな。おめえは地の底へ向かってその爪でガンガン穴を掘るんだ。おめえの掘った穴を進んで俺がへそを探し当てたら、俺が自慢の大殴りでへそをこじ開けてやるからな。あ、背中に背負ってるのが殴りってやつなんですかね。トンカチとか金槌みたいな感じかと思ってたけど、もしそれでも水が出ねえ時にはおめえも一緒に放置くるんだぜ。どうだい、おめえの重要な役回り頭の中に入ったか？はい、入った。さっぱり入らない。入りましたよ。よし、いい目だ。それじゃあ人間様と狼様のへそ討伐、早速追っ始めるぜ。さあ頑張りましょうか。久しぶりのね、あれですけど、いた。あ、もうダメや、これダメや、ダメなタイプや。やり直します。ダメだ、分かった分かった、もうやり方は分かった。あ、ダメ、ここ掘っちゃう。よいしょ。ちょっと名栗さん、どこ行くんですか？まったくもう、あ、登って登って。あ、僕もなぜ登れない。まあいいや。お叱りも来たし、待って待って、よっ、よいしょ、上がって上がって。頼むから。で、彼を上げるでしょ。で、これを取っての、はい、掘る、落ちる、掘る、はい、アタック、アタック、掘る、はい、はい、頑張れ頑張れ、私の指。ちょっと、あなたどこ行くんですか？あーはー、やばいやばい、飛ばしちゃった。切って、来てる？あ、来てるね。あ、来てないね。おーい、早く、名栗さん早く、炭も回復してくれない。おい、ちょっとどこ行くんだよ、向こうじゃないって。あー、もうやばい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 、炭よ、早く回復してくれ。
向こう戻れないもんな。いいよもう壊しとくから。来た、はい、よいしょ、よし、やっと来たな。遅いんだよ置いてった私が悪いんだけども、はい、いった。で、あ、もうちょっとかな、保険をかけてね。あっと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 、待って待って、行かないで、バカ野郎バカチン。まあでもいいよ、もう下ついたから。はい、ゆっくり探して。ごめん、ま、ゆっくりはダメだちょっと探して、早く早く。まだ？ねえ、ナグリさん、なんでそんな。オッケー、掘る掘る、私も手伝うから。オッケー、来たー。これ疲れた、めっちゃ疲れたこれ下手くそだなー、もう。よっしゃー、水源が元通り。ミイラ狼、琵琶湖の恵みたるこの澄んだ水を。このところ水流騒ぎやこの煙て霧で西安京はなんだかおかしなことになっちまってる。でもたとえどんなにでかい災難が立ちはだかろうと、うろたえず一つ一つ丁寧に問題を解決していくことが大事なんだ。いいこと言いますね、親方。ひとまず俺の役目は終わりだい。狼、おめえもいい仕事してくれたぜ。おお、幸玉ありがとうふんどしに匠って書いてあるね。よし、匠の家ですか。ちょっとお邪魔しちゃおうか。この中にもだいぶ霧がっていう感じですね。調べる。このノコギリなかなかの技物だぜ。これならどんな木もざっくり切れそうじゃねえか。もうなら私の一戦には負けぬのですね。負けぬのですね、言えてたよねでだ、違う、どっち向き、向こうか。オッケー、来た。もうこんなとこでぐだってどうすんだよ、もう大変だったんだけど。よし、じゃあ行きましょう。これで多分向こう岸に行かせてくれるんじゃないかと思ってはおるのですが。さあ弁慶さん、頼みますよ。はい、よいしょ、ふふふ、来た、ついに来たぞ。この大工房弁慶が千本目の刀を手にするときが。なんか後ろに入ってるの刀ばっかじゃないと思うんだけど、それナタでしょ持ってんの。放浪の破壊層弁慶、それがしは名だたる剣豪と腕比べをしながら諸国を漫遊し、999本の刀をこの手に収めた。だが武芸を売りにする者はあらかた倒してしまったゆえ、あと1本で1000本目というところで記録が止まっていたのだ。そうしてそれがしは当てもないまま放浪していたのだが、ある噂がそれがしをここ西安京に呼び寄せた。この琵琶湖に眠る生きた刀の噂がな。生きた刀、この琵琶湖にまつわる噂話を知らんのか。それがしもにわかに信じられぬことなのだが、この湖には生きた刀がいて、水の中を自由に泳ぎ回っているというではないか。それ魚じゃないのそれが誠ならば千本目を飾るにふさわしい刀だ。なんかサンマみたいなさ、なんかサンマだっけ、なんか漢字にすると刀って書くよね。秋刀魚みたいなわかんない、忘れちゃった、どうやって書くんだっけ。この五条大橋はからくりが仕込まれた自在橋で、はい、それ聞いたよ。今はちょうど良い釣り場になっておる。よって都の者たちには悪いが、この橋はしばらく下ろしたまま、それがしはその生きた刀を狙うのみよ。あ、じゃあもう魚って分かってんのとは言ったものの、うむむむむ、いや私も魚かどうか知らんけど、それがしが今より挑もうとしているのはただの釣りではない。生きた刀との腕比べ、つまり真剣勝負なのだ。となるとそれがしもそれにふさわしい獲物で挑まねばなるまい。例えば町の道具屋に売られていたあの竿、
買ってこいとか、あれは実に見事なものだった。雪のように純真無垢なあの色合い、あのような竿でなければこの勝負勝つことはできぬとは言ったものの、今のそれがしには先立つものがないのだ。刀売れば酷なこと言いますが、さてどうしたものか。むむむ、勝っては買ってくりゃいいんだろう。絶対そういうことでしょ。もう何なんだよ、狼に刀買ってもらうっていうさ。こっちは神様だけど、神様だけども、お金が飛んでいくよ。まあでも相当何も使ってないんでね、別にいいっちゃいいんですけど。釣り屋さんじゃなくて道具屋さんだったっけ。ってことはまあこの辺じゃないかと思われるのですが、ちょっと回復して、はい、回復しての、ここか道具屋さんは。はあ、参ったな。今海で水流が暴れ回ってるせいで品物が入荷できなくて困っちゃうよ。漁師マハラの海にもこの都の水路にも美味しい魚がいっぱいいたんだけど、水流騒ぎ以来魚という魚がさっぱり取れなくなっちゃってさ。おかげで新鮮な魚の買い取り価格は絶賛高騰中だよ。なんだいワンコ、もしかしておかつ、おかついってなんだよ、お使いだよ。大したものはないけど、まあ見ていってよ。はい、します。で、竿が売ってるはず、これだよねきっと。名刊雪宗、はあはあはあ、やっぱお金高いじゃん。はい、人糞ってなんだ、万病に効く特効薬。へえ、なんかまた買いに来そうな予感がしないでもないですけど、オッケー、他はいいですとりあえず。まっすぐかな。相変わらずみんな苦しそうにしてますが、よくしょ。さあジャンプ。なんかね、こうやって入るときジャンプしたくなっちゃうんですよね前回も言ったと思うんですけどね、ジャンプがすごい綺麗で好きなんですよね。シューって感じ。いいや、さあ買ってきてあげたよ。はい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 、うむ、そうそうそう、それは町の道具屋で売っていた名刊雪宗ではないか。その竿なら、その竿なら生きた刀と互角、いやそれ以上の勝負ができる。でかした犬、さあそれをそれがしに起こすのだ。名刊雪宗を絶対あげない私が生きた魚を釣るみたいなね。まあでもしょうがない、あげますよ。おお、片付けない。釣りなど生まれて初めての経験だが、何剣術と大差あるまい。いや結構違うんじゃない。では記念すべき千本目の刀をかけて、幻の生きた魚と一騎打ちといくぞ。さあ、でこれは多分こうして水面に竿を向けては見たものの、私が手伝うんではないかと思うのですが、生きた魚はなかなか食いついてこんの。ま、せいてはことを子孫じると言うし、じっくり腰を据えて根比べといこうではないか。なあ、まこう、このままじゃ多分あと100年待っても橋渡れないぜ。ここは一つ、いつものあれで、生きた刀ってのを釣り上げてやっちゃうどうだい。さあ、手伝います。まったく世話の焼けるおっさんだぜ。でも、生きて泳いでる刀なんて本当にいるのか。さあ、それは釣ってみないと何もわからないのですが、オッケー、来た。はい、わかってます。よいしょよいしょ。さあ、君も疲れたでしょ。ゆっくりこっちに引き上げられておくれ。はい、まだ、どんだけ粘んのこの子、どんだけ捕まりたくないの。こんなおじさんに釣られるのが嫌なの。やっぱみんな若い女の子とかの方がいいのかな。綺麗なお姉さんとかさ、綺麗な熟女とか、熟女とか何言ってんだよ。もう綺麗な女の人がいいのかな。うわ、もうやり直すよ。
またこっからかよ。もうやだー。ちょっと待って、むしろ魚との線が引けなくなっちゃったよ。はいはい、さあ三角、またワカサギか。おいメダカかよ。メダカぐらいこんな竿を使わなくても取れるでしょ、手で。はいはい、よっ。さあさあさあ、次もドジョウとかメダカとかワカサギとかでしょ、どうせ。はい、ワカサギゲット。さあ来たか。待って、奥行かないでほしいな。はい、今度こそ逃すものか。はい、えい、よいしょ。ある程度やっぱ距離を離しちゃダメなんですね。ちょっと無理をしていただかないと厳しいよ、おじさん。弁慶さん聞いてます？よっ。難しい。ちょっと無理をしていただかないとね。さあもうちょっとで来るよ。待つ。ほう、これ難易度下がったりしないのかな。下がってくれたら嬉しいんだけど、相当下手くそだな釣りも。なんか何のゲームでもそうですけど、私結構あれですね、ミニゲーム系が相当下手なんですよね。FF7 とかでもそうだったと思うんですけど。さあおいで。そんな抵抗してもいいことないよ。結局君が釣られなくては物語は進まないわけだから。よっ、あと1回かな。さあ体力は残っているんだ、十分に。よいしょ、へい。さあ体力を全部使ってでも引き上げろ。そこは男を見てろ。おっ、激だ。もう疲れたよ。タチウオか、そっかそっか、サンマとかじゃなかった全然。てか歯怖っ。よーし、我が対岸、ついについにここに成就せり。やっぱ魚釣りたかったんですか。そういえばいたね、タチウオって。生きた刀ってそういうこと。あれが、それがしが求めた千本目の刀。まあまあいいじゃねえか。さっきのタチウオだってなかなかでかいものだったぜ。相当苦労したんだからな、感謝してよ。それに普通ね、こんな湖の海に、あ、こんな湖に海の魚がよ。慰めはいらぬ。とにかくそうに二言はない。このからくり自在橋、元通りにつなげてやろう。おお、そうやってあげんの。よし、もう話しかけずに行っちゃおう。もうめっちゃ疲れたんだもん。あの、なんですか。あ、アマゴ、ちょっと待て。この霧、湖だか山だかどこぞから漂ってきたと思う、ばっかり思ってたが、貴族たちの屋敷の方に立ち上ってるあれは何だ。アマゴ、この先に進むのかよ。行くっきゃなかろう。待って、ピンクの人がいる、あの人がいるよ。久しぶり。突っ込む。おやおや、これは随分ゆっくりとしたお月だね。お前はインチキ予言野郎。おっと、そんな何気なく現れてもごまかされないぜ。オロチの時の恨み忘れちゃいないんだからな。またこそこそとオイラたちにつきまとって、今度は何を企んでやがんだい。ん？ミーはわざわざユーたちにつきまとうほど暇じゃないよ。ミーにはミーのちょっとした探し物があってね。探し物だ？また探してるんですか。けえ、毎度毎度探し物だ。予言者が聞いてあげれら。ま、探すといってもどこにあるかはもう分かってるんだ。ただそこにたどり着くまでが少々厄介そうでね。どうすれば手っ取り早く手に入るのか、それを探してるんだよ。手っ取り早くってまさか。どうもおかしいと思ったら、この霧お前の仕業なのか。いつもいつもよからぬことを企みやがって、今度は都を落として手っ取り早く天下を取ろうとでも言うのかよ。天下、鋭いじゃないか、ゴムマリ君。ミーが探しているのはまさにその天への道なんだよ。天への道？
回りくどい言い方で剣舞に巻くんじゃねえや。ごめんマリク、ユウにも少なからず関係のある話なんだけどね。何なんですか、なんですか、その気になるのは。ところで今この都でいろいろ騒ぎになっているようだね。特に人々を苦しめているこの不気味な霧がさ、しらじらしいこと言いやがって。はは、わかったぞ。おかしな霧を目の当たりにして天への道だの涼しい顔だ。お前、女王卑弥呼とグルになって何かやらかそうってわけかい。まあまあ話を急がない、千里の道も一歩からって言うだろ。でもこの霧だけは早く何とかしないと。ゆっくりじっくりだけど確実に人々を死に追いやろうとしているよ。早いとこ手を打たないと取り返しのつかないことになりそうだね。こんな野郎、人音のように言いやがって。全部お前の仕業だって白状したらどうだい。仮にそうだったとして、ここで言い争っていれば何か解決するのかい。それより早く何か行動した方がいいと思うけどな。ミーも予言じゃなくて助言くらいはしてあげようかな。一寸先は壁の穴から。一寸さんとかけてるんですか。この何が言いたかったかというと、どんなに厳重な守りにも針の穴ほどの隙間は必ずあるってことなんだけど、ちゃんと伝わったかな。多分この毒の霧相当厄介そうだね。早いとこ手を打たないと取り返しのつかないことになるよ。ミーもよ、だ、はい、だ、だ、だ、わかった、わかった。はい、ありがとう。オッケー。あ、はい、こんなやつもうほっとけ。相当嫌いがってますね。この先は俺の順番まだかな。こんなむせ返るような霧の中にいたんじゃ、イライラして仕事が全然手につかないよ。やっぱり一日一度はつづらお様にお会いして癒されないとね。つづらお様出てきましたね。ほら、今日もつづらお様の説法を聞きに来ただよ。妙な霧が立ち込めてから持病の腰痛がひどくなってな。でもつづらお様のお話を聞いたらいつもピンと元気になるだよ。はあはあ、つづらお様は大昔から暗黒寺の住職を務めておられるんだ。大昔？なんか名前受け継いできてんのかな。本当にいつまでも綺麗で羨ましいよ。私もあやかりたいもんだね。はあ、うん？どうなんだろう。つづらお様は都の外れにある暗黒寺の住職様なんだけど、てかあなたすごい鼻青いけど大丈夫？寒い？とかそういう感じじゃない？オイラたちのためにわざわざ都へ来てくれたんだ。都に妖怪騒ぎがあるときにはこうしていつも助けに来てくれるし、その上めっぽう綺麗な海女さんなんだぜ。俺はつづらお様のお顔を拝見するだけで元気になるんだ。相当綺麗な方っぽいですよ皆さんね。ほう、いよいよ犬までもつづらお様の説法を聞きに参ったか。みよこの人と家族皆、この住むすさむよう憂い、つづらお様の言葉を待っておる。中には不純な動機で列をなしている者もいるようだが、つづらお様の美貌をもってすれば仕方のないことよ。警備ばかりでなく私も一度お言葉を賜りたいものだ。お前もか。ここは摂政つづらお様の謁見殿である。はい、言ってたね。つづらお様は迷える者にお導きの手を差し伸べてくださる。すごい顔赤いね、大丈夫？いいところよ、案ずるな。つづらお様は畜生とて差別はせん。さあ、つづらお様のありがたい説法が聞きたくばこの門前に並ぶがよい。入ります。もう入っちゃっていいんでしょ、きっと。さて、すごい巻物いっぱいあるけど、で、真ん中にいる人がそうだよね、中浜札。さあ、皆さんお待ちかね、美人さんです。お、神の国、これは読んだ方がいいのかな。天灯絵巻物なのかな。神の国、かつて中野国中野国ってなんだよ。中津国の天空には高間ヶ原という神の国があったという、誰も知ることも語ることもない遥か昔古の時代の話。
だがわしはその古の国高天原の伝説を知っておる。ある日わしのもとに一人の男が訪ねてきた。彼は私に会うなり高天原は滅びたと告げ、わしに高天原が言いにくいんだけど、高天原って滅亡に瀕した奇跡を話してくれたのじゃ。彼から聞く話はおよそ信じがたい話だったが、その真摯な瞳には重い説得力があった。だがわしにはここに彼の話を綴る勇気を持ち合わせてはいない。彼の背負った重い宿命を書くにはわしの筆先は軽すぎよう。遥か昔に滅んだという神の国高天原、今も報われぬ神々の魂を抱いてこの世を漂い続けているのじゃろうか。空を見上げるときわしはそのことを考えられずにはいられないのじゃ。これも物語に関わってきたりするんでしょうかね。はい、ではお話を聞きましょうか。スズラオさん、なんと狼までもがこんなところに迷い込むとは。いよいよ世は混迷してきたと見える。狼よ、そなたも我が一見の前説法を聞きに来られたのかな。我が名はつづらお、卑弥呼様の命でこの西安教の摂政を務める二僧だ。かわいいな、二僧つづらお。はい、多くの方はね、目が入るんじゃないでしょうか。豊満な胸がね、羨ましいですね。してそなたはどのような迷いを持っておられるのかな。いや反応してるよ、絶対そうだと思った。ボイン、うん、これはこれは可愛らしい妖精も一緒だったのかね。おいら一寸でない、言っておくがそのボインに目がくらんだわけじゃないからな。自分でバラしてどうする。ボイン、それよりあんた今この都で頭を張ってるって。都は得体の知れない霧に覆われて、海じゃ水流がどうのって物騒な話も聞くのによ。当の女王様は神殿に雲隠れしてるっていうじゃねえか。街中でも人がバタバタ倒れてるってのに、それでも女王様は布団の中で安閑としてるのかい。そなたたちも漁師春に迫る闇の気配を感じてまいったか。信州平原ではあのヤマタノオロチが蘇ったものの、勇気ある剣士によって退治されたというではないか。その吉凶入り混じった混沌の波はここ漁師原にも押し寄せている。怒れる水流が海原を荒らし、禍々しき濃霧は都を冒涜する。それもここ数日でさらにその度合いを増し始めたのだ。平和だった中津国はどこへ行ってしまったのだ。はあはあはあ、混沌の波がここ数日で度合いを増したって。まさかオロチを退治した時のあの不気味な影、奴らがこの漁師マハラに取り付きやがったんじゃ。これ一寸とやら一人をな、あ、違う、何を一人でブツブツ言っておる。へへ、聞いて驚くなよ。信州平原のヤマタノオロチを退治したのは、何を隠そうここにおわす狼アマテラス様よ。何この狼が。まさかオロチを退治したのはスサノオという剣士だと聞いたが、あ、まあ確かにとどめを刺したのはあのおっさんだけど、でもこの甘子だって結構頑張ったんだぜ。それがどうしても信じられねえっていうなら、今ここでこの甘子の通力を見せてやるぜ。見せなきゃダメ。はいはいはい、何でもいいから、じゃあ風でも吹かして見せましょう。今のは見たかい、これがアマテラス様の通力、その名も神業筆調べよ。筆調べ、なんとも面妖な、しかし確かに恐るべき通力だ。そうだろう、このアマコにはできないことなんてないのさ。このものならば我々の願い叶えてくれるかもしれぬ。願い、なんだい、そんなにおっぱいがでかいのに悩み事があるのか。それはもしそれが悩みだったら全国の女性を敵に回すことになるのでは。いや、今の言葉は忘れてくれ。あの魔除け札を失った今、我にはいかなる手の打ちようもないのだ。はあ、なんだい願い事ってのはよ。いや、その話は忘れてくれ。
貴殿の通力を目の当たりにし願い事をしたいのは山々だが、あの魔除け札、はい、これ以上話はなさそうなので、今回はここまでにしようかなと思います。はい、でちょっと長くなっちゃったんですけど、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。